こいつはどうだ。僕もちょうど終わりました。何か収穫は？ここ一帯の石が綺麗だということ以外特別なところはありませんでした。触れても何も見えず、手がかりも。やっぱり鉱石の記憶は時と環境によって変化するみたいです。具体的には分かりません。ただ鉱石に残ってるのは最近の記憶であることが多いですね。昔の記憶は見れないのか？岩は長い時を経ても変わりませんが、記憶は時とともに消えてなくなります。長期保存できる記憶は大抵は強烈な感情や気持ちを持ったものだけなんです。人間と同じで現実的だな。はい、そうなんです。では先に進みましょう。大きな木ですね。なんか不思議な結晶がたくさんあるぞ。気になる。この古樹、二手に分かれて調査しよう。向こうは俺が見る。ここ一帯はお前たちに任せた。ああ、くんじゅ、何か調査できそうなものは見つかったか？石碑が一つありました。なんか役に立たなそうだな。他の場所を見るか。いや、ダメ元でやってみましょう。大丈夫です。少しめまいがしただけですから。今のところまだ何も。仕方ないな。オイラはあっちを探してくるから、お前は木の上を見てくれ。見てみないとわからないだろ。それに高いところからならここらを見渡せるぞ。そうですか。そうだぞ。オイラの考えに間違いはない。いや待てよ、オイラってば飛べるじゃないか。やっぱりオイラが行ってくる。お前たちはここで待ってろ。すぐ全員こっちへ。あれ、勝利の声だ。木の後ろの方から聞こえたけど、何か手がかりでも見つけたのかな。もしかしたら人がいたのかも。早く行ってみ